チャリーン、サラタの中堅らしいです。というわけでですね、めっちゃ夜の嵐、これもう死ぬやつですね、死ぬやつなんですけれども、今ですね、カーゴロケット島に到達したアラッシーさんでございます。あ、サブローチカ2日本語版でございます。再始動していますよ。ということでですね、早速今回はこのカーゴロケット島に登ってですね、あ、温泉があります。寒いんですよ、寒いんですよ。この温泉に入ってね、あー、太陽をねちょっと上げていかないと死んでしまうわけでございますよね。ということで今回はこのね、カーゴロケット島を探索して、無線機通信塔を直せっていうね話だったんで、通信塔をですねちょっと直していきたいと思っているわけですけども、あ、階段があります、階段が。よし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 、夜のカーゴロケット島めっちゃ怖いですね。さあ登っていきましょう。あれか、通信塔7号ピカピカしている、あれがね壊れているんですよ多分ね。壊れていることによって今通信できないけれども、あれを直してあげることによってできるようになるということなんでしょうな。ということでですね、登っていきます、登っていきます。さあ見つかるかな、ちょっと暗いですよ。おっと、箱がある。箱じゃないな、これなんだこれ、え、なんかあるぞ、なんだなんだ、なんかいろいろありますね。あ、ちょっと待ってください。硫黄と、硫黄と、これは何だろう。お、なんだこれ、なんとか探知、新しいアイテムだ。新しいアイテムをゲットしました。アルテナの PDA やりました。設計図登録されたけどまだ使えないのかな、どうだろう。なんとか探知機、え、どこ行った、探知機、探知機、あ、これだ。あ、もう作れるぞ、作れる作れる。鉱物探知機、近くにある資源を検知できる装置です。いいですねこれ、すごく便利。あれなくなったの、もしかして、あのスキャナールーム、スキャナールームとはちょっと違う感じの、なんだろう、ものが出来上がってますね、新しいアイテムが。いやー、アップデートしてますね、全然いろいろやっぱ変わってきてるな、ちょっとずつだけど。さあ、ここ、あ、ここ家の形変わってない、なんかここスキャンできないさ、ビルダーだ、やった、ビルダーゲットしま、スキャナールームあんじゃん。そしてビルダーをゲットしたよ、やったぜ。そしてちょっと寒いからこの中入ろう、よいしょ、入れてくれ。ここさ、わあ、多目的ルームのフラグメント、そうか、ここさ展望台あったんだよね、スキャンできない展望台。でも展望台、なくなりましたね、スキャンできないから。ロッカー開く、なんか壊れてる、バグってる、バグってんな。このロッカーをスキャンしたいんだけど、ファブリケーター使えるの、あ、使えるね。電気が止まってるっぽいけど、お、なんだこれ、ジュークボックス、新しいの増えてます、いい感じ。そしてこれは何、ポスター、 OK、 カウンター、おわー、すごい、いっぱいいっぱいいっぱいスキャンできる、よし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 。指令の椅子、なんか飛んでるぞ、何かが飛んでいる、飛んでるけど今それどころじゃないいろんなものをスキャンして持って帰りたい。よし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 、 OKOKOK、 いろいろ建築物がね作れるようになってますね。さあちょっと見て、いなくなってるさあちょっと見たかったんだけどな。よいしょ、あ、ただこれコーヒーメーカーはスキャンできないわけ、これは、これはちょっとダメなの、スキャンできないんだね。これはコーヒーを取ることはできるけどダメなんだね。よいしょ、コーヒーを入れることはできるけど、このコーヒーメーカーはスキャンできないということなんですね。謎ですね。いい加減このコップ、コップをこの移してほしいんだけどね。さあ、あ、なんかいろいろありますよ、いろいろありますよ。ベッドと、あとはいろんな種類の椅子がありますね。はい、回転椅子、そしてなんかがあるぞ、あそこに。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これは何、ジュークボックス用のディスクだって。あ、いろんなあれが作れ、音楽が入れられるってことなのかな。さあ来ました、そして改造ステーションが使えます。改造ステーション前回は使えませんでしたね。
ラッシーさん、しかしここのやつは使えないらしいですね。自分で作れということみたいです。さあ、ロッカーは何ですか。スキャンできないんですけど、壁掛け棚はスキャンできました。 OK、 よし、だいたいスキャンしたかな、おおむね OK かな。うん、もうできなくなりましたね。よしよしよし、いろんなものが作れるようになりましたね。やったぜやったぜ。ということで、ちょっと出てみましょうか、家から。ああ、ほら、やっぱここ展望台なくなりましたね、やっぱね。うん、ここからはスキャンできないんですよ。ということで、じゃあちょっと上の方に行ってみましょうか。通信、あ、いた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 、あいつか、あいつだな。これから通信塔、まずはこの通信塔を直してあげたいんですけれども、これ、これじゃないの？これ壊れてんじゃないの？これちょっとじゃあリペアツールを持ってみれば、あ、できる、ほら、オッケー、直せますよ。え、修理できないんだけどお、なんかちょっと今違うな違うな、修理できないな。あ、ロケットあります、ストレージを開く。あれ何を直せばいいのこれ、どこを直すの。なんか前はこのロケット直したんだけどな、おかしいな、ちょっと違うな。お、シグナルなし。じゃあやっぱさっきのやつを直すんだよね。やべえ、めっちゃ嵐来た。さっきのやつを直すっぽいんだけど、いや、何にも見えねえじゃんやばいね嵐。やっぱこれを直すんだと思うんですよ、ラッシーさんは。修理するってなってるから。だけど、修理できないんだよね。なんで修理できないんだろう。バグってるこれ。バグってる系じゃない？もしかして。これバグって先に進めない系じゃない？これ。違う？ちょっともう一回中に入りましょう。中に入りましょう。この嵐が止むまで。いやー困ったね。これが多分、直さなきゃいけないんだと思うんだけど、どうやらなんかバグっています。リペアツールが直せません。リペアツールをもう一個作ってみるか、試しに。いやー困ったな。リペア、ちょっと待って、直せないって何直せないってなんだよここで作れってことなのかな、ここで。あー、そういうこと、そういうことなのかな。ちょっと待って、よいしょ。いやー、ちょっと待って、嵐がすごい。よいしょ、中に入って。中、これバグってんだよな、ちょいちょい。ちょいちょいバグってん、中も嵐だしさ。ちょっと待ってよ。じゃあ、とりあえず、リペアツールを作りたい。シリコンゴムか。シリコンゴム取ってくるか、じゃあちょっとね。じゃあ、ついでにこの鉱石探知機をまず作って使ってみようか。ね。よいしょ。じゃあ、ちょっとしょうがないな。リペアツールを一旦ここに入れといて、鉱石探知機を使ってみましょう。お、すごいすごい。あ、これいろいろダイヤモンドとかフラグメントとかいろいろあるの。サーチ中、鉛ちょっと探したいね。どうやってサーチするんだろう。違うな。なんかこういうのが他にもあんのかな、もしかして。なんかありそう、ありそう、もしかして。ここの島に。さっきのところじゃないってことなのかな。まだなんか直すためのフラグが立ってないってこと。その可能性もあるよね。でも、あれを直すんだよな、でもどう考えても。なんかでも直すための通信が1個足りないのかもしれないな。ちょっと待ってよ。ちょっととりあえずこれを使ってみよう。ピッピッ、追跡中。一緒までは分かんないってことだったな。あ、これだ、ほら、あった。あ、なるほど、こうやって使えるんだ。ティッチッチッチッって金属探知機みたいに。お、来たぞ、ピッて言ったぞ。使い方よく分かんねえこれシートラック、シートラックか。まあ、ちょっとケルプ探そう。ケルプ、とりあえずケルプを探して、あれをね、取ってこないといけないからね。はい、というわけでですね、ちょっとあまりにもわからないので、ラッシーさんは途方に暮れて、ちょっと
ググってみたんですけどやり方を結構ここやっぱつまずいてる人たくさんいますね。どうやらこれはただでは直せないらしい。家の設計図とかいろいろゲットしたじゃないですか。これを使って家を作れっていうことなんみたいです。で、なんだっけ、スキャナールームを、作って、レーザーカッターをねゲットしないとどうやら修理することはできないみたいですね。なあ、これわかんねえよ、ちょっと情報少なすぎだろさすがに。まあ確かにね、確かに、今ゲットしたからさ、あれをね、これなんでこれ割れないんだろう、なんか家のさ設計図とかをゲットしたから、もうちょっとしょうがねえからわかんねえから、とりあえず家作るかっていう流れにはなるけどさあまりにも情報が少なすぎるよねこれは。ちょっとさすがにわかんなかったわ。じゃあちょっとね、とりあえず、一旦じゃあ戻ろうか、向こうの拠点に戻って、どっかに家作りましょう。そうしましょう。よし、とりあえずですね、まだキッチンは作ってないんですが、鉱石探知機を使って鉛をゲットすることができたので、とりあえずね、この、あ、ちょっと持ってくるの忘れた。チタニウムインゴットと配線キットを使えば、このシートラックをね、作ることができるので、一旦これを作りましょう。これを作っちまえば、割と、感じになんかなるんじゃないかなと思ってるんですけど、無計画にいろいろ進めてますけどね。うん、いいでしょう、ラッシーさんっぽくて。さあ行きましょう。行くよ。オッケー、乗り物作る、シートラックを作る。オッケー、頼む。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。来た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 よ来たよ来たよ、ほら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 、見て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 、はい、できました、シートラックー、どーん、完成、イエーイ、よし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 、オッケーオッケー、よーし、シートラックできました、ついについにできましたね。よし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 、はい、来た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 、オッケーオッケー。さあ、じゃあちょっと乗り込んでいきましょうか。あれ、ここじゃなかったっけこっちか、こっちからか。よいしょ、はい、乗り込んだ。よしよしよし、これはあれなんだっけ、ないのか、何にもないのか、荷物すら積めないのか。まあでもこれに乗ることによってね、探索が、できますので、一旦これに乗りつつ、そうだな、じゃあちょっと向こうの、川越島付近に家作りますか。しょうがないな。いやまあでもね、やっぱ自分で泳ぐよりも全然快適ですよね。視界もすごく良いし、ちょっとフラグメントとかこうやって探しつつ、川越島に向かってみます。なんかあるかもしれない、まだ発見してない。シーグライドあるな、これは何だ、ちょっと待ってくれ、なんか見つけた、ほらこれ、痛い痛い、これあれかな、携帯乗り物かな、携帯乗り物っぽいな。あー、これじゃないんだよな。プラパルションキャノンもね、なんか落ちてたんだよね、前に。だから、それもね、やっていきたいんだけど。さあ、ちょっとね、火山地帯の方まで来てしまいました。特になんか目新しい発見はなかったですね。残念ながら。残念無念。この火山地帯も、フラグメントが結構落ちてはいるんですけれども、これ多分シートラックなんだよね。まあちょっと集めとくか。家の材料にね、必要ですからね。これシートラックなんだよね。OK。チタンが、まあ、ゲットできるのはいいでしょう。あれちょっと待って、やっとこいって、あ、いや、でもやっぱり酸素気にしないで泳げるのはすごいいいわ。さて、ここがですね、脱着所というか、なんですけれども、ちょっとね、ラッシーさん、今ここに何かを見つけましたね。ここなんか穴開いてますよ。なんだろう、これ。ちょっと潜っていってみましょうか。よいしょ、潜れるかな、潜れるか、どこまで行けるか分かんないけど、ちょっと潜ってってみましょう。行き止まりだね。あ、なんか裂け目、おお、びっくりした。そうかそうかそうか、ここの河口に続いてんのか、それだけか、なんだ。はい、ほんじゃあね、まあ本格的な拠点はおいおい作るとして、一
旦その、何スキャナールームを使うための拠点をですね、ここに作っていきたいと思います。ここ、ここどこかっていうと、あそこのはしごの近くですね。なんかこう安定した浅瀬っぽくなってるんで、ここに作っていこうかなと思います。じゃあ、ちょっとねもう時間が結構経っちゃったんで、次回ここに拠点を作っていきたいと思いますので、ぜひねまた見てくださいね。ということで今日これにしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日この辺でまた見てね。バイバイ。